4月革命、韓国。4月革命とは、1960年3月に行われた第4代大,大統領選挙3.15、不正選挙における大規模な不正選挙に反発した学生や市民による民衆デモにより、当時、第4代韓国大統領の座にあった、李昌晩が下アした事件。最も大規模なデモが発生した日が4月19日であったことから、 4.19革命、サイルグヒョンミョン、4.19、サイルグ、とも言う。また、革命後1年足らずで、牧世紀少将らによる軍事クーデター、5.16軍事クーデターが発生して、自由が抑圧された長い軍政時代に突入したため、未完の川、ミワネヒョンミョン、とも呼ばれている。1960年3月に行われた大統領選挙の焦点は、 当時すでにかなりの高齢、当時84歳であった、李承晩の後継問題にあった。1956年の大統領選挙では、野党、民主党の大統領候補、新翼期が遊説中救世し、大統領は、与党の李承晩候補が、棚ぼた的に勝利したものの、副大統領選挙については、民主党の超務候補が飛ぶ来票などを集め、 自由党の利方向法を抑えて当選し、政権内に与野党が共存するねじれ現象が起きた。そのため李商晩は自由党の政権継続を確固たるものとすべく、死者誤入会見など、大統領権限の強化と、超勤務副大統領への干渉、新歩党事件など民主党の弾圧を行い、独裁色を強めた。大統領選挙で自由党は、 李正万大統領を、正大統領候補、李大統領側近の李義鳳を副大統領候補に、用して選挙戦に臨んだ。一方、野党である民主党は、張被の枝間と、張務を正副大統領候補に用して選挙戦を、戦ったが、選挙運動最中の2月15日に、張被の枝間が死去、李正万の4戦は、半ば確実となった。しかし、 副大統領選挙は長が優勢なまま選挙戦が進み、前回大統領選同様に与野党で政府大統領を分け合う、事態再来しかねなかった。このため、政府、与党は官僚機構や御用組織、暴力団まで動員して、全力を尽くした不正選挙を行い、利キャ法を当選させるまでこぎつけた。これに対し、民主党は投票締め切り30分前に、 本選挙は不正選挙で無効であることを宣言した。3月15日の大統領選挙投票日、当日、継承南道馬さん、馬さん、マサさ玄で民主党側の投票率改人が強制的に投票所から追い出されたことをきっかけに、学生と市民が大統領選の無効を主張して、街頭デモを起こした。これに対し警察は、デモ参加者に無差別発砲して、 デモ鎮圧を図り、8名が死亡、50名余りが負傷し、デモは鎮圧された第一次馬山事件、韓国では馬山儀挙とも呼称される。しかし、このデモに参加して、行方不明となっていた馬山商業高校学生の金、手列が27日後の4月11日、馬山沖の海上デメに、催涙弾が突き刺さった遺体となって発見されたことを、きっかけに、学生、 市民が再び街頭デモを展開、反政府機運が高まった第二次馬山事件。馬山事件は全国の学生たちの李昇番政権に対する反感を一層強めた。後に馬山事件3.1号議域は国家記念日に制定されることとなる。第二次馬山事件をきっかけに各地で学生によるデモが発生し、4月18日には、 首都ソウル市においても高麗大学校の学生約3,500名が馬山事件で逮捕された学生の釈放と学園の自由などを求めて市外をデモ行進した。その後、デモ隊は国会議事堂、休憩場府民館前で座り込みをした後、午後7時頃には大学に戻り始めていた。そしてデモ隊が小路4階付近に差し掛かった時、警部隊の警護責任者である。 各英州から指令を受けた政治頃である、李帝はじめや林和秀などの息がかかった、ボート100名余りが、もたえに襲いかかり、約20名余りの学生が重軽傷を負う事態となった。学生デモに対するボートの襲撃は、学生や市民の強い反発を招く結果となり、4月革命への直接的な契機となった。 4月18日の高麗大生デモが行われた翌19日、ソウル大学をはじめ四世代学校や中央大学校など、ソウル市内の大学生、数万名が決起し、デモ行進を行った。そして同日正午には、大統領官邸である警部隊を包囲し、一部のデモ隊は、副大統領候補で、李昌番大統領の側近である、李樹法の自宅を占拠した。デモには、 中学高校生や一部市民も参加し午後2時半頃までには、デモ隊の規模は20万名余りに膨れ上がり、李商版大統領の陣と不正選挙無効のスローガンを叫んだ。デモ隊に対し警察は、警部隊や中央庁付近で無差別発砲を行いた数の死傷者が出た。これに激高した一部のデモ隊は、市内各所の警察官発出所、与党系の新聞である。 ソウル新聞社屋、反共会館、3.15不正選挙において、前衛隊の役割を担った、大韓反共青年団の本部が置かれていたを、焼き打ちした。デモはソウルのみならず、全国各地に波及し、富山や甲州、テグ、清州、新川など、各地方都市でも、それぞれ数千名余りの学生デモ隊が警官隊と、衝突した。 全国各地で発生したデモによる犠牲者の数は死者183人、負傷者6259人に上った。これに対し李政権は19日午後5時を期して、ソウル、富山、テグ、広州の各都市に戒厳令を布告したが、軍は政治的中立を維持、デモ隊鎮圧のための積極的行動は行わなかった。4.19デモよくよく日の4月21日、 国務委員、閣僚と自由党党務委員が4.19デモの責任を取る形で一括して辞表提出した。そして23日には副大統領選挙の当選者である力法が当選自体を考慮す旨を表明。同じ日には超務副大統領が辞任を表明した。こうした状況下の4月25日。 ソウル大学に全国27大学の教授404名が集結し、大統領と国会議員、最高裁判事の辞任、政府大統領再選挙の実施、不正選挙の初断を求める自局宣言文を採択後、4.19議挙で倒れた、学生の地に報いよという横断幕を掲げて、デモ行進を行った。この教授団デモは混乱もなく、平和的に行われ、 これに刺激された学生たちによる反政府デモは再び活発化することになった。教授団デモの翌4月26日、学生と市民は再選挙の実施、現政権の退陣などのスローガンを叫びながらデモ行進を開始した。その規模は数万名に膨れ上がり、清掃時、国会議事堂そして光家門一帯を埋め尽くした。そして、 カ田公園に建てられていた、李シ晩大統領の銅像が、デモ隊によって引きずり倒された。こうした事態に国防部長官金定列や挙、政外相が、李大統領に対して、辞任を、説得、26日に、総高市三海原司令官、陸軍参謀総長の仲介によって実現した、大統領とデモ隊代表による会談の場において、霜めつけることを表明。 同日午前10時頃にラジオを通じて辞任を発表した。そして国会では午後緊急本会議を開き、李大統領の下野を要求する決議案を満場一致で可決。翌27日に李大統領は広報室を通じて辞任を正式発表し国会に辞表を提出、直ちに受理され、12年間の独裁に幕が下ろされた。大統領辞任後、 李大統領夫妻は、李家僧、李昌番の指定に今日移した後、5月29日に夫妻揃ってハワイへと亡命した。一方、李希法は、警部台内の女性秘書官舎に身を隠していたが4月28日に、一家臣という悲惨な結果となった。また、不正選挙に関連した、閣僚9人、自由党幹部13人が逮捕された。デモ隊へ向けての発砲を命じた。 蔡人都市内務長官、各英州大統領警護室長や暴力団幹部らは死刑になった。この革命の後、4月24日に、李大統領によって外相に任命された元政を主犯とする暫定政府が4月28日に発足し、同年6月15日に議員内閣制を取った第二共和国憲法が成立した。1963年、 ソウル特別志向北区に国立4.19民主墓地が開園し、1990年代の拡張工事により4万坪の広大な敷地となった。犠牲者の墓地としてだけでなく、4月革命の記念塔や記念館なども混流されるなど4月革命を後世に伝える役割を果たしている。最寄りはソウル系電鉄牛耳新設線の4.19民主墓地駅。 新聞記事の日付について1960年当時の韓国では段ン歴を使用段期4293年していたがここでは西暦で表記する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。